要塞みたいな感じに見えるね。心中したカップルがいるという噂がね。うわ怖っ。怖いね。はい、ケンさんでございます。はい、どうもマッチです。はい、ちょっとね、新たな心霊スポットと噂の場所に来ました。はい、また心霊スポットでございます。はい、今回はですね、あの石文記念公園というとこ、まあ通称タコ公園っていう、うん、うちらもなんか一般的にタコ公園、タコ公園って言ってたからさ。そうそう、うん、新潟では結構タコ公園で多分割と通ってる、そうね、あだ名のね公園なんですけど、うん、なんでもここが大きいこう展望台があって、はい、まあ、夜景とかも綺麗に見えるらしいんですけど、そこでこう心中したカップルがいるという噂がね、たくさん。結構さ、詳しくは出てないんだけど、うん、噂ではよく聞くよね。そうそうそう、あそこやばいよ、ね、やばいよみたいな、うん、でなんか他にもなんか噂だけど謎の発光体が結構見えることがあるとか。なるほど。なんでね、普段昼間はすごい楽しそうな公園なんですけど、夜はやっぱ不気味なんでね。はい、それというわけで、うん、実際に行ってみますか。はい、ちょっとタコの滑り台と、うん、展望台に実際に登ってみて、はい、どんな感じなのかね。そうだね、見に行こうと思います。はい、ちょっと行ってきます。はい、というわけで実際に公園内に入ってきました。はい、なんか結構広い公園だね。広い、本当に良さそうな公園だよね。うん、でちらっと奥に見えるのが展望台とタコだね。タコやっぱ印象的だよね。うん、でもあるのはあっちなんでしょ。そうらしい、展望台の方。そう、こっちは特にそんなにというか全然聞かないよね。なるほど。じゃあ一応どっちも。そうですね。うん、夜に公園来るのなかなかないよね。夜の公園は怖い。そうだよね。っていうのはさ、うん、昼間がこうわーってたくさん遊んでる人が多い分、うん、夜になって誰もいなくなってシーンってなった時に、うん、それがギャップの怖さとして出てくるのが、それはあるかもね。そうで、意外と公園ってさ、うん、曰く付きの公園があったりとかするから、うん、そうね、うん、タコも変な感じですよ、やっぱり。本当にタコなんだね。うん、俺なんかタコ公園、タコ公園って散々さ、うん、みんな言うけどさ、うん、初めて来たわ。うん、なかなかね、来ないね。ちょっとタコの中も潜入しますか。うん、そうですね。まずじゃあタコの。タコ登るの大変そうだな。あら、すげえ勢いでそうだけど。この分だけかな。ここっぽいな。大変だ。ちょっと待ってね。登ります。はい、あ、でも本当にこれだけなんだ。そうね。中はこんな感じでございます。そうね。じゃあ滑って。うん、いろんな方法の。はい。本当にタコって感じだね。よし。じゃあ目玉のこっち行きますか。うわ、ここ何これ。ここもさ、なんか、うん、要塞みたいな感じに見えるね。なんか展望台って結構さ、うん、スポットな気がしない。そうだね、大崎山公園とかもそうだ、ね、確かに確かに。え、ここ怖いじゃん。結構異様な感じするよ。うん、なんか年季入ってる感じする。入ってるね。大丈夫だ、怖えよ。風の通りやっぱりすごいね。涼しいけどね。海沿いだから。行きますか。はい、うわ怖い。怖いね。なんかいたら終わりだよね。昼間とかね、海一望できて良さそうだけどね。確かに、めちゃめちゃ綺麗なところでもありそう。うん、
あ、まあこう一周する感じか。あ、だってあっち夜景は綺麗だよ。そうだね。このドーンって音が怖いけどさ、そうそう、ね、あれは多分車の音だったんだよ、うん、そうね、船関係の音だったりするんですけど、うん、音が結構怖いですわ。結構、うん、向こうのタコの方と違ってさ、うん、全く別の空間の気がする。そう、わかる。ここは怖いね。俺さっきさ、うん、あのここ心霊スポット来る前にさ、はい、今日は朝とか何もなかったのに頭痛くなったんですよ。あ、なんか予兆、警告、警告みたいなのだと嫌だなと思ってて。確かに。あ、なんか次が上かな、うん、なんか銅像みたいな。本当だ。うわ怖い。やっぱ上に上がるほど風は強い、ね、そうね。あ、まだ上がるんだ。結構高いよこれ。確かにさ上から飛び降りたらもうやばいね。元も子もない感じではあるけどね。うわ、夜景めっちゃ綺麗じゃん。夜景は綺麗だね、うん。ワンチャンデートスポットありかもしれないけどね。そうだよね、全然いいところだと思う、うん、この時期の、うん、このちょうどいい気温の時に来れば、ね、みんな俺と付き合わないチャラいチャラいな。普段こんなやつじゃないんですよ。え？さあ、というわけで月がね、はい、出てますが、はい、こんな感じで上まで登ってきましたが、はい、じゃあ最後降りて終わりますか。す、向こう側はさ銅像とかあるんだけど、うん、まあここがメインだからさ、そうです、ね、あっちがいても何もなさそうだけどね。全然いいとこそうだけど、芝生っぽい、うん、芝生かな。じゃあ降りますか。はい。肩から見たら超怖いね。確かに。なんか展望台からなんかめっちゃライト光ってるやついるけど何あれみたいな。確かに。逆にね、うちらが怖いから、なんか来た人びっくりしたよね。何やってんのってなるから、入れ違いで来た人さ、なんか光ってる上みたいな怖いね。ごめんなさい。やっぱ海近いからか分かんないけどさ、うん、そこ近くに駐車場あったけどさ、うん、意外と人止めてるんだよね。そうだね。駐車場で大体こうね、だ喋ったりとか、うん、で落ち着くのにうちらっていないもんなんかね。上まで来る人ね。そうね。だから夜の海に涼みに来る方々もいるってことだ、ね、そうですね。逆にだよね。だからそういうところでも人がいるってことは、うん、逆に言うとそういうところで何かあってもおかしくないよね。確かに。怖いね。そうね。これね、さっき言ってなかったけど、発光台を見たと思っちゃったの。ああ。違ったんですよ、惜しかったんですよ。なるほど。あの、雨っていうか、なんか雫が、はい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 、落ちてきて、それがこれ反射して、ああ。なんか落ちたみたいな。俺だけ見ちゃったと思って、冷静になって、あれ水やな、みたいな。なるほど。違った。はい、というわけで、はい、降りてきましたね。降りてきました。で、こっちから回っていきますか。そうですね。はい、というわけで、はい、積分記念公園、うん、通称タコ公園ということで、はい、展望台に登ってきましたが、はい、うん、まあ、やっぱタコの方とは違ってちょっと変な感じがする。そうですね、タコはなんかもしかして言われもあんのも特に思わなかったけど、そうね、こっちはやっぱ変な違和感は。そうね。そしてでまた要塞チックな感じがやっぱ怖さはあるね、うん、はい、まあ、ただデートスポット的にはいいかもしれない。そうですね、うん、おすすめでございます、はい、ただちょっと怖いです。そうね、うん、なんか映っててもおかしくはない気がする。そうね、なんか映っててやばいねこれね。というわけでこの辺で終わろうかな、はい、また何かコメント、うん、ね、何かこれやばいんじゃないみたいなあったらコメントいただければと思います、うん、はい、はい、というわけで終わります。終わります。
白浜大橋、はい、渡ってね往復して、俺その足つかまれたっていうのが、はい、ちょうどここを出るか出ないかみたいな、うん、ここら辺だったんですよ。覚えてる、ね、このそう行きましょう。行きますよ、はい、一回ぶっせーの、はい